久保さん昨日ですね、BMW のちょっとディーラーに行ってきまして、こちらね。BMW 行くと、毎回、あの、アンケートをね、お願いしますって言われるんですよ。BMW、も毎回アンケート取るんですけど。で、まあ、あの評価できれば10をお願いしますみたいな。もうそのアンケートね、取ってますね。 であの、今回ね、BMW 行った理由としては、あの車にねあの、オイルがもう足りませんよと、最低レベルになりました、補充してくださいみたいなあのメッセージが届きましてで、補充してきたんですけど、いくらだったと思います、こちらがですね、0円でございました、ありがとうございます。 維持費高いように感じる人多いと思うんですけど、なんかあのメンテナンスパッケージっていうのがありまして、そのメンテナンスパッケージは新車登録時に3年ついてる、ついてて、で、3年が終わると2年延長できまして、で、2年終わるとまたもう2年ぐらい延長できるのかな。で、最長6年ぐらい多分いけると思うんですよ。確か。で、僕はあの、えっと、 今、Z42019 年式で、まあ、中古で買ったんですけど、その3年のメンテナンスパッケージが付いていて、で、その時も、まあ、あの、ただで、えーおいおいその、メンテナンスですよね、オイル補充だったりとか、あと1年点検の点検費無料だったりとか、まあ、そうなんですよね。で、この前、その3年のやつが切れて更新して2年パッケージ入って、で、2年パッケージ6万ぐらいかな。で、 えー、まあこういうのが無料だったりとか、まあ一年点検無料なので、何すかね、前 GT-R 乗ってたんですけど、GT-R 乗ってる時は、まあオイル交換1万円ぐらいかかってたんですよね。で、あとはまあ古い車なんで、まあちょっともろもろ壊れたりとか、あと部品がちょっと取り寄せがなかったりとかね、時間かかったりとか。うん、なんかあの、 多分、久保さんの車も相当古いので、あの、結構そ維持していくのにお金かかるじゃないですか。うん。で、僕思ったんですけど、あの、GTR より維持費は安いかなっていう <laughs>。<laughs> これもね、なんかあの、うん、買ってみて分かったというか、まあ、今まで僕は外車乗ってなかったし、BM、 まあ BM ベンツ他のやつもそうだと思うんですけどなんですかね新しい車っていうのにあんま乗ってないんですよね古い車なんでそうだからこれもなんか買ってみないと分かんないですよねうんまあやってみないと分かんないっていうのと一緒で買ってみないと分かんないっていう <laughs> た,ただねただ BM でもやっぱ古い車種でしたねもう10年前の車とかだったらやっぱそれはちょっと高いですよね でもそれはまあ日本車も一緒っちゃ一緒でだからまあ BM の僕うまいなと思うのが要はそのメンテナンスパッケージでだいたい6最長6年ぐらいまでこう入ってじゃあ大体6年ぐらい乗るとまあ買いかげみたいなだから結局そのサービスをあのアフターフォローをしっかりやって次の買い替えにつなげるっていう戦略だと僕は思うんですねこのメンテナンスパッケージはうん だその、お客さんの維持費用の負担は、まあ、メンテナンスパッケージっていうものを入ってもらって、お客さんの負担を減らしつつ、サービスを、より良い,いサービスを提供して、その、しかもその、メンテナンスに来たお客さん。だから、あの、なんか、鹿児島の BMW って新しくなったんですよ。去年だったかな、めちゃめちゃなんか、あの、綺麗なね、新車、新車っていうか、新車じゃないな、新興車ではないな。 なんかすごい、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。ショールームみたいなのができて新しく。で、その、なんすか、店内もめちゃくちゃ綺麗だし、おしゃれだし、コーヒーもね、うまいんですよ。<laughs> コーヒーもやたらうまいんですね、うん。やっぱね、いいっすね <laughs> な。なんすかね、僕もトヨタのショールームとか、まあレクサスのショールームは僕行ったことないですけど、 ま、あトヨタ、トヨタとか、ま、あ他の中古屋さんとか、ま、あ行って、やっぱ、やっぱ全然違いますね。あの、その作り方っていうか、ぶ、その、やっぱ、高級感というか、うん。あとやっぱね、接客、接客がね、全然やっぱちょっと違いますね。うん。ま、あその BM でもね、そのお店にもよるとは思いますけど、その鹿児島の新しくできたところは、 あのスタッフさん、女性スタッフさんもよくて、まあその男性スタッフさんもよくて、すげえもう良かったです <laughs>。で、あの、なんですか、しかもね、その僕が面白いなと思ったのが、そのまあオイル交換してる時に待ち時間あって、まあその雑誌が置いてあるんですよね。で、その雑誌に久保さんね、僕びっくりしたのが、あのまあ、普通のその、 まあ新聞も置いてあるし、その車の雑誌、BM に関する雑誌が置いてあったんだけども、あの、モーターマガジンっていうね、昭和、これね、ショート動画アップして、それはね、結構1000回ぐらい回ったかな。あのね、久保さん、これ、多分久保さんは見たことあるかな。ちょっとショート動画で今回ってるのが、1000回ぐらい回ったかな。 すごい雑誌が置いたって、しかもめっちゃ綺麗だったんですよ、しかもそれが。あ、せん、せん、あ、すみません、1回回ってないですね、618回回ってます。618回だ、ちょっと嘘ついたな。まあ、ただ、まあ、ショールームに行って、雑誌が、面白い雑誌があったんで、動画撮ってそれを投稿しただけなんですけど。 れだっけな、まあ、久保さんはこれ見たことあるんじゃないかな世代的にどうなんだ世代的にどうなんですかねこれっすこれ見えるかな しかもめっちゃこれ綺麗で。モーターマガジンっていう。こ昭和。あ、でもこれあれですね。モーター、復刻版でした。すみません。いや,やたら綺麗だなと思ったら、復刻版ですね。よく見たら。2022年3月号の付録で付いてたやつなんだ。復刻版。なんかやたら新しいなみたいな。そういうことか。 でもすごい面白かったっすね。なんかその昔のね、その車の雑誌、超面白かったです。僕、これ、相当古いので見たことないんですけど、見て面白かったっす,すげえ。あ、昔ってこんな感じだったんだ、みたいな。うん。ちょっとびっくりですね。<laughs> まあ何が言いたいのかっていうと、まあいろいろ言ったんですけど、まあ今の最後の話に合わせると、なんかそのめちゃくちゃ古い情報で、古い情報でも、 すごく逆に言うと面白かったっすね。<laughs> 見たことないからね。<laughs> どうしようかな、タイトル。タイトルどうしようかな。まあでも、キーワード的に請求書とか入れとけようかな。まあ、ちょっとタイトル考えておきます。いってらっしゃい。